皆様こんにちは、しいたけです。ドラゴンズドグマオンラインやっていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、今回はポンキョへ、前回ポンキョへ来ましたので、今回はこのままポン仲間にしに行きたいと思います。これはこれは新しき各社様お待ちしておりました。ここは我らがポンの民が集いし、ポンキョ里町アルバー様は聖堂の奥に来られますが、まずは左手にある拠点の礎を解放し、取りくださいませ。契約の試練に行かれることも、行かれるにも、準備をなさるにも、各社様の拠点として、ようやくに立つでしょう。解放したよ。アルバーと話す。いやー、何じゃ。アルバーさん、本拠へようこそ。私はここの管理人、アルバー。さて、各社よ。キ君はまだポーについて何も知るまい。気にするな。最初は誰でも同じだ。そんなことで我々ポーはキ君を見限ったりはしない。いや、見限るなどできないのだ。ポーには己の意志や感情がない。欲望、野望、何もなく、ただ各社の意志に従うのみ。ポーは異界から来た。不動の戦士だ。決して死ぬことはなく、ただ異界に帰ってまた復活する。その特性から我らを、世界渡りと呼ぶ者もいる。そしてポーンの能力が発揮されるのは戦場だけではない。クラフトの能力でキ君ら各社のために様々な装具を生み出すのもある。ポーンとの契約を望む者は異界の狭間へ行かなければならない。それが許されるのは人と人が一人だけ。準備と覚悟ができているなら改めて声を聞いてくれ。ということで、選手クリア。ということで、全ジョブのいずれかがレベル6以上。今7ですね。行きましょう。よろしい。早速、手順を説明しよう。まず、異界の狭間へ行き、その奥底の部屋を目指す。もし、キ君が、我らが使えるに至る人物だとすれば、キ君はその部屋でリムストーンの原石を見つけるだろう。それを持ってここへ戻ってきなさい。その後のことは、その時になる。ああ、もし、リムストーンの原石を見つけることができなければ、我々にできることは何もない。ポーンのことは忘れて。では、ヒントを読む。で、異界の狭間へ行きましょう。はい。よいしょ。さあ、では、ダッシュ。異界の狭間。あるように見えて何もないという。敵も今のところいないけど、明らか怪しい。よいしょ。OK。リロードをミスってしまいましたね。アンデッド近かった。あ、ミスった。オッケー。お、お肉か。うお、びっくりした。よいしょ。ガードソンな。さよなら。よし、来たまえ。ちなみにスケルトンはですね、キル攻撃よりも、ハンターの弓矢の攻撃よりも、シールドセージとかの殴る系の方がね、でも効くそうです。
毒消しか。よし。魔法使い、メイジさんですね。お、アイテム落としてる。これは乾いた骨。えい、スケルトン。近かったな。オッケー。お、箱開けピン壊れてない。リムストーンが80。リムの結晶か。これは銅鉱石。じゃなかった。さあ、このゲームのね、醍醐味は、まあ、ソロプレイよりも、まあ、4人でパーティー組めるんでね、4人でやることの方が楽しいんでしょうけど、まあ、ある程度ストーリー進めないと、多分一緒に組めなかったんじゃないかな、と思いますので、まあ、しばらくは、一人プレイと。よいしょ。さよなら。こっちにもいたね。OK、レベル8。いや、だいぶ上がるの早いですね。さあ、この階段をぐるぐるっと降りていきましょう。長いね。ん？なんか、アイテム、あった。こんなとこにアイテムあったんや。これあれやな、足らんぞ。どうしようかな。金が、この奥にも確か、アイテムあったはずなんで。うわ、やや、それ。ん？あっちが正解か？こっちは何もないね。怖いな。切り巻いてマンじゃないの？ほら、あった。あったけど。ああ、もうない。ピンがない。いや、そんなにピン付きの宝箱はないと思ったんで、ピン買ってこなかったのがあれやったな。まあ、皆さんこれやるときね、ゴールときピンをたくさん持っていきましょう。ちなみに、ここにもピン付きのやつがあるので、これも取れないです。よし。スタミナの減りがな、結構早い。我が使命とか言ってるけど。あ、アイテム戻した。リムストーン。リムの結晶か。まだいるね。お、ガードする気か、お前。OK。これ、長いのよね。
さあ、終盤に近づいてきましたね。オッケー。おい。おいっと。アーチブメント、百戦錬磨を。あ、後ろの明治は落とし。よいしょ。オッケー。貫いてやろう。あ、間違えた。違う。意外とやっぱダメージないのよね。減ったな。まだか。おい。おい。OK。よし。こんなとこかな。何もアイテムもなさそうなんで行きましょう。さあ、特に何もなさそうですね。よし。もうちょいか。よし。リムストーンの原石を1個獲得。しもべのちぎり。アルバーに経緯を報告する。本拠。よいしょ。帰ってきましたね。これでポーン教へ。うん。よいしょ。お、確かにこれはリムストーンの原石。では、次の段階だ。そのかけらを神殿の白龍様にお見せしなさい。あとは白龍様のご判断次第。身を委ねることだな。はい、ミシエルにリムストーンのかけらを渡すというのが次の目的です。では戻りましょう。あれ、よいしょ。あ、これか。よし、レーゼー戻る。よし、戻ってきました。預ける。もうあったかな。あるね。保管ボックスへ掘り込んで、整頓して、報酬受け取りあったかな。あるね。報酬受け取りもしておきましょう。で、これは、先人の守り。破壊の使者、これは別に何でもいいんですけどね。ランディングソード、ブルーケイン、オーバルシールド、ストーキングボウ。まあ、何でもいいです。今持ってる武器の、今装備したやつの方がね、圧倒的に強いですのでね。トゥールーベルバンド、コンバットボトム。頭装備はなかったので、頭装備はいただいておきましょう。よし、じゃあ、ついでに装備も、変えますか。ブルーベルバンド。これで、防御力的には何本になってんのかな。物理防御が247。攻撃が279ですね。よし、オッケー。ランタンが消えましたね。
どこだ。あいだ。ミシャルさん、はい。お疲れ様です。あら、リムストーンの原石ですね。それでは早速、契約の儀式を始めましょう。さあ、あなたが共に歩みたいポーンの姿を強くイメージしてください。あれはまあ。よいしょ。プリセットがね、なくなっちゃったんですよね。作ってたんですけど。ないんだよね。まあ、とりあえず女性で、で、声を、いずれちょっと今課金はしてないんですけど、とりあえず坂本真綾さんにしたいというふうに思ってますので、これね、声聞けへんかったっけ？何番で、あれ？ちゃうな、こっちか。声の視聴コントロール。よろしくお願いします。ん？今なんだ？よろしくさ、行きましょう。あ、違うね。よろしくお願いします。さあ、行きましょう。我々の勝利です。これ水木奈々さんですね。よろしくお願いします。さあ、行きましょう。我々の勝利です。よろしくお願いします。これ坂本真綾さんですね。よろしくお願いします。さあ、行きましょう。我々の勝利です。これ田中理恵さんです。よろしくお願いします。さあ、行きましょう。我々の勝利です。これ斉藤さんです。よろしくお願いしま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 す。あとこの辺は。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ピッチで声が変えられますね。ということで、どこだっけ。まあ、何でもいいかな。まあ、この辺は、ちょっと、後でいじっていきたいと思います。とりあえず、名前はね、ちょっと待ってです。誰だっけ。声を、坂本さんにしたいということで、FF13 の主人公ですね。ライトニングにしておきたいと思います。はい。それでは今回はここまでにしておきましょう。それではまた次回お会いいたしましょう。またねー。